ちょっといい、ちょっと待って、はい、なんかタイミング OKOKOK ありがとう。映ってます？撮影ってそっちの撮影？シュレディンガーの猫、無人家、今日初めてです。2人条件を持たない無人家で、条件を満たすことで初めて陣営と勝利条件を持つことができます。インポスターにキルされるとインポスター陣営として復活します。ジャッカルにキルされるとジャッカル陣営として復活します。シェリフまたは占い師にキルされたり、占われるとクルー陣営として復活します。釣られるとクルーメイト陣営として釣られます。ここで大事なんですけども、猫をキルしたプレイヤーは必ず15秒後に自殺してしまいます。実践してみましょうか。猫いますか？はい、私です。シェリフ、ジャッカル、インポスター、どちらかでもいいです。あ、シェリフが切った方がいいかな。シェリフ一回見てみたい、見てみたい。シェリフ見たいよね。シェリフの人、シジンさんですか？はい、じゃあ切ってみてください。マシャカリさんをいきますよ。いいですか？ドン。お、生きてるね。おお、そしてあなたは今から死ぬんですよ。そうですよね。詩人さんが死んで、で、マシャさんはクルーになった。クルーになったね。なるほど。え、知らなくない俺。あ、知らない。おお、クルーの場合は知らないの？多分ね、ジャッカルとインポスターが猫を切ると、そのキルした陣営になるんですよね。そしたらそのインポスター、ジャッカルは15秒後に死ぬみたいですね。で、シェリフの場合は詩人さんキルしたのに死ななかったので、クルーメイド陣営は死なないでいいかな。あれ、あ死んじゃったよ。え、あルンネさん、リンネね。どこですか？ルンネさん、アーカイブに死体が。え、アーカイブのどこ？アーカイブと下の入り口の間ぐらいですね。え、待って、アーカイブはね、中野っち、詩人さん、ミネ3人でいたよね。10秒前ぐらいは直前まで、ハッちゃんもいた。あ、そうなんだ。手で直したの僕です。バイタル見てたんですけど、バイタルはもう死んだ瞬間にボタン。あ、じゃあ今だ。じゃあハッちゃんも誰か見ないと、見えないとおかしくない？グルタミンさんが5秒後だ。15秒じゃます。はい、あれ、グルタミンさんは僕は、メインからエルクに行っているので、アーカイブには絶対行けないです。はっちゃん、カメラ見てたんですけど死体なかったです、はい、これは猫ではなく、シンプルにはっちゃんがキルしたんじゃないですか？理想しくったんじゃない？だからで、今死んでないし。あー、シャワー室や。え、おっさんやの方は、カメラに映ってないのはそういう理由です。え、はっちゃん、ちなみにさっきグルタミンさん対抗にあげてたけど、それはなんで？でもアーカイブと扉の間って言ってたよ、ちゃんと言ってない、言ったね、ちゃんと言ったね。にいたのが俺で、グルタミさんが切ってたって言ってたけど、切ってましたね。ぐちゃぐちゃぐちゃ。どんだけ行き来しとん。おい、いろんな世界線行き来しすぎて混乱しとるわ。どうしたんやだったか。バイタルみんなよ。もうつみつみやん、これシンプルセルフやん。ナスピョン、ちょっと心当たりがある人がいる。あ、仲間にするってこと？仲間にしたい。あ、なるほどね。それのつさんに聞いていけばいい。誰なんですか？うん、誰ですか？心当たり。え、二人だけの話とかやめてください。こうみんなでやってるんですから、みんなに共有してくれないと。気になります。来るじゃん、だって。じゃあ来るじゃん、みんな。来るです、僕たち。いや、そのクルーじゃなくて、コックピットは7、エンジン7で、エンジン7の2人が、おい、宿舎前に2人上がってきました。破綻しとんや、お前。破綻してるわ、お前。まず14人もいねえわ、14人も。いますよ、数えてくださいよ。ポンちゃん、3人だよ、いたのは。お前、自分の子も入れてんじゃねえか、これ。子供じゃないよ、それ。お人形だよ。何を言ってるんですか、あなたは。目を覚ましてくれよ。元に戻ってよ。どういうことですか？これもう釣り盤面ってことですよね。これ状況が読めないんだけど。あ、ポン酢でいいです。あ、ポン酢、はい、わかりました。はい、ポン酢でいいです。私を釣ると
一気にクルーが5人減りますよ。それでも釣るんですか？なんだよ。目覚まさへん。意味がわからんわ。5人減るわけねえだろ。何を言ってんのこいつ。あ、め、ほんとだ。ほんとだ。5人いるわ。賢い猫だにゃ。シュレディンガーなの？シュレディンガーっぽいよ。違う、賢い猫だ。ジーニアス？ジーニアス？ジーニアスの猫にゃ。でも切れないよ。あのシールド貼ってもろたから。中野地がさっき僕のことをカチ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 してたけど切れなかったから大丈夫だ。タスク中だったんだわ。こんなとこにタスクない。あ、ほらもうカチってやった。ほら。あら、犯人じゃない。犯人じゃねえわ。切ってごらんなさいよ。犯人じゃねえわ。僕を切りたかったら犯人じゃねえわ。を切んないと。じゃあお前タスク中だけどね。てめえ、おいタスクしてみろ。どうするのね、どうするの。おいタスクしてみろな。え、いいよ、タスクしろ。はい、よし。あ、いた。オッケー。ほら早くない？早くない？早くない？7秒だよ。早くない？早っ。7秒。次のタスクどこだ？大体ここや。はい、ほら。他は早くないよ。他はね、今な、迷った？なんか変な動きやないここ。え？うん、オッケー、ほら早くね。他は？いや、もうサボのクリックオンや。いやサボタージュのクリックオンや。もうやってること。だから切れないって言ってるでしょ。いくらやっても切れない。ナチピョンは私のことを人外だと思って切りつけてきました。セリフじゃったのね。セリフ何人いるんですか今日？あ、今日一人で、俺の目の前でネロちゃんが弾け飛びました。はい、僕がセリフです。僕がネロちゃん目の前で切りました。セリフで、堂々と切りました。まあ、俺も見てたっすね、目の前。じゃあもう食い違ってるよ。セリフ二人いないですよ。詩人さんの目の前で記載があった時に、ちょうどネロちゃんがそこに行ってる時に、僕詩人さん切ろうと思った時にネロちゃんと被ってネロちゃん切っちゃったんですよ。間違えたの？うん、完全に間違えちゃったんだっす。出す出す。新さん、あの、ちょっといい、うん、はい、ちょっと待って、ちょっと、はい、なんかタイミング。OKOKOK、ありがとう。撮ってます？撮影ってそっちの撮影？そっちの撮影？あ、これいいね、これそっちの撮影ですか？違う。OKOK、いいね。YouTube って聞いた。漏れんな、これ。あ、YouTube やります？映像じゃなくて、映像じゃないの。あ、YouTube 撮ります、じゃあ。静止画？はい、というわけで、ね、始まりました。近づいてくるやつ怪しいから。なんか起きたな。教えてよ。全然何もない。教えてよ。全然何もなかった。動画2秒です。5秒前。3、2、1。スタート。あれなんか動き怪しくない？YouTube やってる。1、N3ですよ。もうお前は動けないぞ、ここから。エンジンルームから動くことはできない。お前は一生ここで走り回ってるがいい。はい、というわけでね、今日はね、YouTube の撮影していきたいと思います。見てください、皆さん、こちら。なんと、こちらに死体が転がっています。やめとけよ、YouTube で
バンされろお前。はい。バンされた。俺の YouTube バンされた。死ぬ前に見れてよかったよな。スタート。動画撮って一旦コックピットで。俺2枚出せて知るから。一旦動画撮りますか。じゃあコラボが始まる。もうね聞こえない。もうね聞こえない。みんなの声で聞こえない。なんか俺さっきさちょっと死体映っちゃったから YouTube またバンされるかな。ちょっと謝罪動画撮っていいですか。僕もいた方がいいの。僕は謝罪した方がいい。なっちゃんも一応なんで僕は謝罪しなきゃいけないんですか。はい、というわけでですね、本日も始まりましたピアホヤチャンネルということで、謝罪動画でこんなテンションなんない、謝罪動画の方を撮っていきたいと思います。謝罪動画でそんなテンションで撮んなよ。本日ですね、先日の投稿した動画の中にですね、BGM 入れんな。リンジさんが弾け飛んでしまうシーンがね、誤って映り込んでしました。大変申し訳ございません。テンションテンションテンション考えろお前。今回は夏ピョンさんに登場していただきます。よろしくお願いします。ゲストいらんから。はい、今回は、ちゃんとね、皆さんに誠意のこもった謝罪ができるように、やってこいって言われたので頑張りたいと思います。見たことねえわこんな謝罪動画。はい、ありがとうございました。なんじゃこれ。というわけでね、今日のね YouTube 動画ここまでとしたいと思いますので。終わりやろ。カモちゃんですか。終わりやろ。俺なの。知人さんじゃなくて俺なの。誰ですかこいつは。ゲストでね、握手です。一番気まずいやつや。一番気まずいやつや。もう何もやることない俺。5あるよ。ガチシロじゃん。5あるよ。ガチシロ。ちょっとハンバーガー作らせてください。肉玉トマト。肉玉トマト。え、なんか違くない、なんか違くない。え、肉玉トマトだよ。肉玉トマトだけど、あ、肉玉トマトになってましたね。肉玉、肉玉タマタン、肉玉タマ、肉玉タマトンになってました。何を言ってんの。肉玉タマタン。まあたまにはこういうとこで息抜きするのもありやな。よいしょ。おい、ジャンタマすんな。おい、マージャンすんな、お前。おい、またやるつもりか、お前。あ、女の子とか男の子とかキャラクターがいるっていうところでガチャがやっぱ魅力的。あ、キャラクターによって役変わるとかある。いや、ない。続いてない。デザインルールがめちゃくちゃ多いから、普通のマージャンだけじゃない。それ、はい、つけてんの、ちゃんと。雑談か、おい。こぼれる、待って、こぼさないように、こぼれる。